始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバッコージョのアンドです。今回はこれって脈あり脈なし、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。優しく教えてくれた僕だってあら素敵じゃないですか。あ、家庭教師とのね、恋愛発展ルート全然あると思うんです。私だって家庭教師なんてね、なかなかね、優しく教えてくれる、わかんないけど雇ったことないから、いや、かすかな希望を信じてもいいと思う。俺は脈ありで行きたい。これマジたまに脈ありルートあるからね、信じてほしい。俺の長年のゲーム感ってやつをね。反対は脈なしのその後、この問題もやってみようか。人妻だった。苦しい、耐えられない、もうどうしようもない。この現実を突きつけられてる。さっきの僕か、メッセージの返信が早いだって。あ、道中元気女子。うわ、これ、うわー、 3% ぐらいありそう。ちょっと気になってますみたいな。うわー、でも俺の流れのゲーム感が言ってる。このゲームでそんなことはありえないとね。これが現実だ。用事がない時には既読する。辛い。せめて未読にして。いや、未読の方が嫌かもしんないわ。吹っ切れないから。じゃ、これ逆は？脈があるって思って、希望を持つことの何がダメなんですか？僕に教えてください！勉強だけ教えてくれればいいの？自分の使い用途を見極めることは大事。おい、そんな悲しいこと言うなよ。来た。デートより握手会を優先するだって。僕、罰、え、何これ？推し活の彼女？え、浮気、ノット浮気。あれ、なんか脈あり脈なしじゃなくなったぞ。浮気か浮気じゃないかになったぞ。え、これノット浮気じゃない？だって推しと彼氏は別みたいな、そういうなんかよくわからない理論でしょ、きっと。わかるぞ彼氏、お前の気持ち。浮気のその後、別れよう。人気アイドルもありました、一般女性との結婚発表。終わった。どっちもあれになってしまったのか。なるほどね、二頭追うものは一頭もえずってやつですね。起きた。彼氏の前で元彼に電話だって。こんなん浮気ですよ、浮気。やってしまいましたね。こんなのはダメよ、許せないから。世間は許してくれやせん、そんなのはね。でね、彼氏がね、何でも相談に乗ってくれる優しい元彼エンド。あれ、ノット浮気、あれ、俺浮気にしなかったっけ。ちょっと逆行くわ。じゃもうただの友達なの、捨てないで。大好きな元彼に行っちゃえ、エンド。素晴らしい、それ大切。見切りをつけること大切です。さあ来た。内容、出会い系アプリを入れてただって。いや、こんなん浮気だよね。え、浮気だよな、右が浮気だよな、左がノット浮気だよね。ちょっと浮気入れますよ。はい、浮気に入れました。え、さっきこれでノット浮気って出なかったか、気のせいかな。この子も可愛い、この子もキープが趣味。気持ちすぎだろ。あ、でもやっぱノット浮気ってなってるわ。ってことは右がノット浮気なんだね。オッケー、じゃあ反対行こう。はい、女は強い。挨拶といい、他の男に。バケモンじゃん。あ、帰国子女だ彼女ね。あー、だったら浮気じゃないのかもしれない。本当に帰国子女なら信じれる。ちっちゃい、スモール。なんてことを言うんだよお前。最低。ヌードモデルを引き受けた。どういうこと？どういう状況？スタイル抜群な彼女だって。まあ浮気なんじゃないですか。ヌードモデルなんてやられた日には俺は耐えられないよ。じゃあ今日はこれでやりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。